匂いを例えると神秘的な圧倒的な森の香りです。渓谷の脇を通ってちょっとあの渓谷からのミストを浴びながら森に入って森じゃあお気に入りのアイウェアを出します。あ、出ちゃった今出ちゃったこれです。このデザインになったぐらいから、トム・フォードさんにファミリーができて、なんかちょっとほっこりしたデザインが増えたと思います。リュック、スニーカーとかがトム・フォードの店内に並んでました。これが今一番僕が気に入っている、モデルです。自分ではコルビジェっぽいなと思って買いました。コルビジェかな、ロサン人かな。地下鉄とか建築物の中入るとあったかいんで、もう本当にもうスーツの上からサッカーの監督のように、ただもうスーツの上から巻くだけ。イメージは、イングランドの監督。あったかそうでしょ、圧倒的でしょ。僕トム・フォードに詩を書くんですよ。ああ、そうです。ディア・トム・フォード、俺たちのトム・フォード、世の中つまんなくなっちまったなトム・フォードっていうような詩を書くんですよ僕が。それでいい、それの話が通ってないじゃないですか。通ってました。